はい、それではモンスターレースの続きをやっていきます。スータウンカップでの優勝を目指しているところですが、まだちょっと勝つのは難しそうということなので、ちょっと戦力補強のために立ち寄った場所でまさかの敗北を喫してウリランを奪われるという悪夢の夢を経験した相手から、賭けレースでモンスターを踏んどってやろうということで、今回はこいつに挑戦してるところから始めます。俺と賭けレースしないか。うも言わせない。ひどいやつだぜ。さあ、おそらくこいつ上のトマトは水得意だったと思うので、そんな彼にお願いしたいところ。で、砂地をウリランにお願いして、さあガッツがあるウリランならいけるぞ。頑張れ頑張れ。さあ、草地の得意で一気に離していきたいところ。最後水だったっけ。お願いウィンギュ、お前ならいける、お前ならいける。ちょっと待って、相手早くない？待って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 、いけるいける。ウィンギュ、お前ならいける、行ってくれ。よっしゃ危ねえよ、もうまた負けるかと思った。やっぱ強いな相手、レベルがぐんぐん伸びた。200円手に入れた。ガキレースの商品として、そっちか、ホネラスをもらっちゃった。トホホ、トホホじゃないよ。俺が欲しかったのはホネラスじゃなくて上のトマトだったんだけど、まあいっか、ホネラスもホネラスでな、格好いいと思いたい。レベル8、ホネラス。こいつ確か火が得意じゃなかったっけ。だよな。あ、草と火か。まあ火の地球はまだ出てきてないので微妙ですが、今後出てくるときにまあちょっと得になるかもしれない。まあいいでしょう。草得意ということは、まあレッサーの代わりにこいつを使えばいいかなというふうに見ることもできますね。さすがに草レース場ではあれでしょう、なんかモンスターを入手するとかできなさそうなので。そうか、ちょっと計画がずれてしまったけれど、じゃあちょっとこの辺でウリランをもうちょっとだけ育てて、その強化を引き連れてスータウンカップ優勝を目指しましょうか。レベル上がって新しい特技とか覚えてくれたらな、よりいいんですが。このレッサーはいいか。おっと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 、びっくりした。君は貸し切りレースをして俺から何かを奪っていかない？大丈夫？もう一回やられただけでもういろんなやつが敵に見えてくる。でもこいつは賭けレースしそうだな。しかしこの容赦なくねえ、最初のパートナーすらも奪い取っていくというあたりがこのゲームのその容赦のなさというか本気度を垣間見ることができますね。こしとら遊びにやってんじゃねえんだよと。お前にとってウリランが最初のモンスターかもしれないけど、でも俺にとってはそうではないんだぞっていうね。珍しいんだから欲しいと言ったらもらう。そこには何の 不条理もないぞみたいな、そんな感じがしますね。サボテンってそうだな、まあせっかくだから仲間にしておこうか。お、レベルも上がった。ちょっといい、うん、強いのになったしな。ありがとう。ではこれで帰りましょうか。さすがにこの辺りはどうせ後でもう一度来るのですから、その時に再びしっかりと探索すればよろしいでしょう。さあ、単純にウリランのレベルが上がっただけでもだいぶ戦力増強というところで、今度はもう勝てるんじゃないかな。水得いないのはまだ怪しいけどな。でも地形で水がまだないからな。水が得意なやつ自体そもそも出てこないんですよね。どこだったかな、この時点でもういるんだったかな、わからないですけど。よし、ではやろう。
というか一旦リセットしたからどっから再開なのかがわからない。1回戦勝ったんだったかな。万が一に備えて記録しておいて。1回戦からでした。じゃあここはまあ最悪カットで。よし、では準決勝から再開だ。では一応因縁のステージもう一回確認。沼しばしば砂沼すなちゴール。沼地沼すなちのコンボうまくない。一連の流れでいけたらいいんだけどな。沼2箇所あるっていうのがきついよな。仕方ない、とりあえずここでウィンリューから行こう。ここのやつなんでこんな強いんだろうな。遊び人のフアはいましたね。序盤からダッシュ使ってたかな。行くぞ。最初からは使わないか。いや、ここは無理をせず、ウリアン交代。サンキュー、ウリアン。多分次でダッシュ使うな。よし、使ってきたところを妨害する。これはいい。で、相手交代して、次何だったっけ？何だったっけ？あ、スタミナがちょっと怖いか？で、次、沼地だろ？沼地だから、ウィニュー交代を。よし。いけよ。もうゴローン。なかなか早いな。ここは、ダメだ。呪い呪いガードしてたのか、これ。しくじったか？行ってこい、サボテンって。お前ならいける。いける。よし、これはいけるぞ。ダメ押し。よし、なんとか勝った。今回はウリランのレベルをしっかり上げたのと、相手の技を妨害できたのが良かったかな。これでなんとか前回の雪辱は果たしたので、いよいよ決勝戦ですね。あんまスタミナ減ってないでしょう。一旦やってみましょう。さあどんなかな。そろそろ芝メインで来てほしいんだけど。芝生、すなち、バランス、沼、ハードル、すなち、ゴール。芝生一つしかねえ。すなちが結構多めな印象あるな。やっぱりトプスが使いやすいからか。というかそうなんだよな。芝得意はレッサーとかがいるから、他のオロロとかトプスで行けば、そっちは、草地は他のに任せられるから、自分の得意地形が増えてやりやすくなるんだよな。ウリランやっぱり不遇だよ、これ。まあそんなこと言っててもしょうがないな。数少ない得意地形をウリランの高スピードで引き離していきたい。レベル12のお借りでスピード35もある。ここは非常に重要ですね。じゃあまずウリランから行こうじゃないか。決勝戦に駒を進めた両者の入場です。まずは手前側、芋のモンスターウリランの入場です。今回の相手は誰だろうな。もう決勝でしょ。続いて向こう側、マリーのモンスターマトマットの入場です。出たな、お前だよ。因縁の相手。こいつ水得意じゃなかったっけ？草は普通か？行くぞ。よし、初っ端からいいスタート。じゃあ次で引き離すぞ。おそらく水に切り替わるところで、あれ？砂地でした。やばい。わかんなくなってるぞ。バランス？あれ？バランスいけるやつ誰だったっけ？ちょっとサボテンテに早めに交代。得意の砂地でブースト加速をしてから、普通効果でいく。早い。お前懐かしいな。うわいたな、お前なんだっけ、ヒロイックみたいな感じの名前。ここは一気に呪い呪いで引き離して、あ、ハードル、ウッチー、いけ、待って、やめて、ウッチーにひどいことしないで。あ、待って、最後は誰、最後砂地だ。サボテンで、なぜバルンバルンに任せなかったんだ。あ、もう使ってるし。あ、サボテンテ。マリーに負けた。てか、マリーって誰だ。負けてしまった。いや、しかし今のはちょっと作戦負けのような感じがするよな。この記憶力テスト、コース地形を全部把握できていなかったところによりテンパりがあった感じがある。やっぱここの段階で作戦考えるか。芝生、砂地。じゃあ最初のウリランのスタートは良かったと思うので、バランスで
あのマント君に抜かれてしまったところが痛い。だから、いやでもハードルをウッチに任せるのがちょっと厳しいのかな。ハードルウィンリューいけないか、君。ジャンプいけるでしょう。だから、沼地からそのままウィンリューに任せる作戦でいこう、今度は。スータンカップの頂点に立つのはどっちだ。さあ、今度は負けたくないぞ。我が序盤からまとまっとで来るのは分かっている。よし。まずは、ウリアンで大きく引き離していきたい。スナチャー慌ててサボテンテに任せることはせずに、ちょっと余裕を持たせてから、この辺で交代でどうだろう。リラックスがあるので離さない。で、彼に追いつかれてちょっと怖いなって言ったタイミングで呪い呪いをかけて、間違えた!間違えているって!君!よくないよ!そうよくない!ウィンリュー!あー、これは痛い!だがウィンリューはまだ呪い呪いを残している。待て!よし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 。ここで止めたの大きい。で、最後の砂地に備えてサボテンって交代を用意しろ。ここだ。相手の交代に合わせて。バルンバルンならいける。呪い呪い残ってるよね。あれ?残ってないか?いや、しかし、いける。バルンバルンなら勝てる。危ない。今度は作戦の組み立て成功したかな?ちょっと交代ミスありましたが。いや、奥深いね。あのミスが命取りになるかと思いきや、全体のバランスではこちらが勝利していたと。加速を止めたのも大きかったね。いや、いいな、これ。おお、サボテンって加速を覚えるんだっけ?いいね。15,000円。今年のスータウンカップの頂点に立ったのは、モリソンタウンから来たイモくんです。イモくんにはグレイテストカップに参加する権利が与えられます。それではイモくん、グレイテストカップもこの調子で頑張ってください。ありがとう。よそ者だからといって、悪口を言わない、レース関係者の方はとてもいい人。セントシティに行く別の方法を絶対見つけてやる。まだ諦めていない男の子。ねえ、この街の大会ってやっぱりレベルが低いの?いや、そんなことなかったと思うよ。本当に?よかった。ああ、なんかすごい普通のこと返してくれる。はいって言ったらどうなんの?やっぱりそうなのね。でもそのことを人に言ったりしちゃダメだよ。ちょっとしおれてるな。そうか、やっと始まるのか。私は待ちくたびれたぞ。終わってますけど?ボケてんな。あなたならグレーテストカップで勝てるかもしれないわ。ベリーベストカップでは負けちゃうでしょうけどね。なんでこの街の連中が優勝できないんだ。ミックス屋を使わせないなんて卑怯な手まで使ったのに。それはこの街の連中もミックス屋を使ってないからなんじゃないか。あ、そうか。ミックス屋はこの街以外にもいっぱいやるんだった。ちょっとおとぼけたふりをしてヒントを教えてくれる実はいい人。今年も別の町の人が優勝しちゃったわね。今年もなんだ。この町の人たちが別の町の人たちに優しくなるのはいつのことやら。そういうことなの。スーダウンカップで勝つのは結構難しいよってお父さんに教えてやりなきゃ。ありがとうございます。いやー、長く苦しい戦いだった。割と苦労をしてしまいましたが、なんとか勝利することができたというところで、今回はここまでですね。ちょっと次の町のところまで行くだけ行っておきましょう。さあ、ミックス屋をうまく活用できたかどうかちょっとわかりませんが、結局サボテンテとウィンリューとウギランで頑張ったので、ミックスした彼らがあんまり役に立っていなかったのがちょっと残念ではありますが、ただミックス屋の本領というのはこんな程度ではないので、まあ今はまだその全容は見えてこなかったなっていう程度で楽しみにしておきましょう。さあ次はセントシティ、大きな街だったと思うんですが、どんなイベントがあったのか久しぶりにやるので楽しみですね。といったところで今回はここまでです。次回セントシティ、ありがとうございました。